カロッツェリアギア、カロッツェリアギア、カロッツェリアグア SPA、1915年にトリノで設立は、最も有名なイタリアの自動車ボディデザインスタジオ、カロッツェリア、コーチビルダーの一つである。ギア社は、ジアッキントギア、と、ガリーリオ、グリリの二人により、カロッツェリアギアガリーリオ、カロッツェリアグアグリリとして、トリノのブレンティの通り、ビア・バレンティーノ・コルソ、 高素4番地に設立された。ギア車は最初、1929年度のミルデミリアの記念すべき優勝者であるアルファロメオ 6C1500 に代表されるような軽量アルミニウム製ボディの車を製造していた。第1、第二次世界大戦の間にはアルファロメオ、フィアット、ランチアの特製車をデザインし、中でも最も有名なものはフィアット508。 バリラ・ベリラ・スポーツ・クーペ、1933年あった。1943年に、第二次世界大戦中の空襲で、工場は破壊されたが、後に、トマッシュ・グロッシシ通り、ビア・トマッシュ・グロッシーに再建された。1944年に、自悪金とギアが死亡したが、会社は、戦後の1948年にマリオ・ボアのとジョルジョ・アルベルティに売却され、 スイスのエーグルに、死者のギアイコールエーグルが設立れた。1953年、カーデザイナーのルイジ・セグレが入社してくるともに、フォードモーター社、リンカーン・フューツラ、コンセプトカー、フォルクスワーゲン社、カルマン・キアやボルボ社、ルボ P1800 といった海外の企業から多くのデザインを受注した。1953年に、ボアノが、 フィアット社エサルト工場はアゴスティーノ・ダ・モンテ・フェルトロ通り、ビア・アゴスティーノ・ DA ・モンタ・フェルトロに移り、ルイジ・セグレがギア社を買い取った。その後ギア社は、コーチビルダーであるピエトル・フルアの会社を買収し、フルアを、ルノー・フロリードをデザインしたギアデザイン、グアデザイン、1957年から1960年のトップに据え、ルイジ・セグレ率いるギア社と、 クライスラー社のデザイナーであるバージル・エクスナーとの密接なパートナー関係は、セグレ在籍期間より始まり、セグレ死後の後も15年にわたり続くことになる。その協力関係は18台のクライスラーギアの特製モデル、1951年から1953年、K-310、クライスラー・ノーズマン、クラウン・インペリアル・リムジン、ジャクリーン・ケネデ、オナシス。 ネルソン・ドック・フェラー等の著名人が所有した等々に欠実した。その中にはギア車製ボディを仮装した数台のフェラーリすらあった。またギア車は短命に終わったデュアルイコールギア事業にも参画している。総じてギア車の生産数は常にごくわずかであり、この生産数が他のイタリアのコーチビルダーの車よりも希少価値を高めてた。 1963年、セグレの死後、1966年に、ギア社は、ラムフィストロヒオに売却され、1967年には再度、ライバルのデザイン会社のオーナーであったの手に渡るなど、その経営環境は不安定であった。しかしこの間、1965年には、セグレの公認のチーフスタイリストとして、ジョルジェット・ジュージアーロが入社しており、 セグレ時代同様に多くの優れたデザインが製品化された。この時代の代表作としては、マセラティ・ギブリで、トマソ・マングスタイソ・リボルタ・フィディアがある。ギアは当時日本のイスズ自動車をクライアントとしており、イスズ117クーペもこの時期のギアの修作の一つである。また、ジュージアーロのデザインではないが、イスズ・フローリアンもこの時期のギア車のデザインである。 ギア車がデトマソの参加に入った翌年の1968年、ジュージアーロはギアを辞めて、自らの会社、イタルデザインを起こした。公認のチーフスタイリストはで、ホード車製 5750cc、351、CU インオフ V があった8気筒エンジン搭載のデトマソパンテーラーの開発に関わった。アレッサンドロ・デトマソもギア車を、 収益性のある企業として経営することは困難であり、彼は1970年に自身の持ち株をフォード社に売却した。1973年からギアの名称はフォード社の主要モデルの高級グレードにつけられるブランド名となった。この命名法はフォードのヨーロッパ向けブランドグラナダギア、カプリギア、コーティナギア、エスコートギア、フィエスタギア、 後にシエラギア、オリオンギア、スコーピオギア、モンデオギア、フォーカスギアで始まり、続いてブラジルのフォードデルレイギアに採用されるなど、世界中に広まり、特に米国、南アメリカ、オーストラリア市場で使用されることとなる。しかしながら、英国市場のフォード社において、実際にギアの名称を使用する割合は徐々に減ってきている。 2008年11月時点でわずかに、モンデオとギャラクシーのみがギアの名称を使用しており、フィエスタ、クーガ屋の例でわかるように高級グレードには、シタニウム、シタニウムの名称が付けられるようになってきている。フィエスタは、英国市場で、ギアグレードの名称を1977年2月から2008年11月までの31年半に、渡る、最も長い年月の間途切れることなく、 使用し続けていた。現在、ディアスタジオは、報道者の看板の下で様々なコンセプトカーを制作している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。